ございます。バイリンガルユーチューバーの高野文夫です今日は4月3日金曜日いつものように高野文夫のマイビデオダイアリーを日本語その後英語3分ずつお届けいたしますコミュニケーション上の重要なポイントを一つお伝えいたしておりますが今日も4月1日からスタートした Zoom を使った遠隔セミナー 5種類のご案内をいたしたいと思います。今日は、つい最近行ってきた群馬県は猿ヶ郷温泉の背景をバックにしてます。遠隔セミナーのご案内をしたいと思います。4月1日からスタートするというお,お約束しています。今日からあー皆様あー、どんどんお申し込みください。 私は10年前、約10年前です。2011年にライブカレッジというセミナーをスタートしました。そのセミナーはですね、パソコンで皆様に学んでいただく。もちろん iPad、iPhone でも学べますけれども、2011年にスタートしたんですが、ちょっと時期早々でですね、なかなか受講生が集まらなかった経緯があります。5年前から英語、 ズームというシステムを使ったズームの会話を続けてこの5年間やってきましたがなかなかの人気ですこの4月1日からですね5つのセミナーをスタートさせます5つまず1つはですねファシリテーション2日研修です2日間かかってやります2つ目はファシリテーション1日研修3つ目は ダイナミックロジカルプレゼンテーション、プレゼンテーションの2日研修です。4つ目は、ネゴシエーション、交渉術の1日研修です。最後の5つ目は、今年からスタートしたですね、締結の極意という交渉術ですね、のセミナーです。この5つを、ズームというシステムを使ってですね、遠隔セミナーをやります。どうぞ皆さんですね、どこにいても、 地方にいようが都会にいようがそれこそホテルでもどこでも大丈夫です。インターネットの環境さえあればあーパソコンあるいは iPadiPhone いずれのーツールでも参加できます。セミナーのープログラムは集合研修とほとんど同じです。 ほとんど同じです集合でなくてもですねチャットというシス,システムを使って双方向で、えー、インタラクティブといいますか双方向ででできまますので全然支障は来たしません人数はですね10名ないし20名ですけれども当初は10名募集でやっていきたいと思います。 このズームのシステムは100名まで入れるんですけれども、10名程度ですと双方向で思いっきり議論を尽くしながら進めますので、皆様が完璧にマスターすることができます。中にはですね。この5年間やってきた英語の zoom 遠隔セミナーででの感想はですね。かえって集合よりズームの遠隔の方が定着する。学びやすいという意見が。 多いですどうぞ皆様、えー、私のですね「Zoom 遠隔セミナー」5種類ありますどうぞご参加ください。